理事長等を務めた。2006年より、早稲田大学教授、アデカ社外監査役、日本製粉社外監査役、パーク24補欠監査役、公認会計士、奥山昭雄事務所所長も務める。奥山は1967年、早稲田大学小学部を卒業。監査法人として発足したばかりの中央会計事務所に一期生として入所した。 日本公認会計士協会の理事、常務理事、副会長を歴任し、2001年から2004年まで、同協会の会長を務めた。会長時代には、竹中平蔵金融、経済財政担当大臣のもと、大手銀行の不良再建処理の進み、具合を点検する作業チーム、金融問題タスクフォースのメンバーとして、金融再生プログラムの監視役を務めた。その後、 2005年5月に中央青山監査法人の理事長に就任。しかし、中央青山に所属する公認会計士が金棒の粉飾決算に加担した事件に関連し、金融庁が中央青山に対して2ヶ月の業務停止処分を下すに至り、この責任を取る形で理事長を辞任した。2005年に発覚した金棒の粉飾決算事件で、 東京地検特捜部は、中央青山監査法人と奥山昭雄理事長の自宅を捜索した。2006年5月に金融庁は、同法人に2ヶ月の業務停止命令を出し、奥山昭雄は理事長を辞任した。ありがとうございます。